どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それじゃあやっていきましょう。プロ野球スピリッツ2010続きです。とりあえず、不調をね、この絶好調の広島で、流れを変えたいと思う。来た。監督賞です。頑張ります。5番サードで、まあ、後々みんな、調子は良さそう。下位打線がすごい調子良さそうだから、僕が塁に出ればなんか結構点が入ってくれそうな予感がする。わかんないですけどね。まあ、とりあえず頑張って、その代わり上位打線が調子悪いから、あれか結構、回ってこない可能性あるな。そのチャンスで。まあ、とりあえずやってみましょう。はい、よろしくお願いします。7回戦。セリーグ公式戦頑張っていきます。この時2010年だから多分まだカープ女子っていう言葉はなかったんじゃねえかな、あんまり。そんな風に思うんですけど、気のせいでしょうか。いつだあれ言われ始めたの。どうなんだろうね。前剣がまだいた頃だったって少なくとも。まあとりあえずやっていきましょう。多分あれですよね。カープ女子より、先かな？織姫の方が先ですかね。まあいいや、とりあえずやっていこう。絶好調だからね、なんとか。今の甘い球だった、結構。変化球来そう。ストレートだった。くそー。やばい。俺だけ全然打ってね。第2打席。あ、早い。打席回ってくんの。いいね。打線が爆発してくれるとこっちもチャンスが増えるからありがたいですな。なんと、取られんの今の。マジか。今のもったいね。なんか流れ止めてる気がする自分が。チャンス。ここは決めたい。さあ来い。やってやるぞ。うおぉ、危ねえ、一球ボール。盗塁はないでしょ、さすがに。まあ、一応、なんだろう、気を沈めるって意味で牽制は大事ですけど、今の、まあ、今のは見ますよ。さあさあ、2-2になって、危ねえ。うわぁ、ダメだ、やばい。完全に悪い流れ来てる気がする。ちょっとダメだ。もう追いついてないのか、自分の反応が。それはいかんよね。さあ来い。合わないタイミングが。うわ、最悪だ。ダメだ。まずい。入ってるパターン。この、なんか、雰囲気はまずい。非常に良くない。うわ、やばい。気がついたらもう点差が。なんかやる気を絶好調にすれば打ってくれんじゃねえかなって期待したけど、打ってくれるというか自分で打たなきゃいけないんですけど。どうもちょっと今。やっとヒット出た。よかった。チャンスで打ちてえな。それこそ。一応ノーヒットは止める。シングルヒットだけで45点だったら結構美味しいな。もう一回回ってクリアしないか。勝ったからまあいいけど。ほい。まあでもまだ広島での試合はありますから、まだまだ。やべえ、経験値たまんねえ。やべえ。成長しないよ。ほい。5打数、それでも一応、まあまあ、いいはいいんだ。実績成長株2になりましたね。どうしよう。ちょっと疲れが溜まってんで、ストレッチ。ほい。こんばんは。はい。はい、寝てもよかったかな、いっそ。まあいいや。そして、お次、5月1日、5月になりました。ファンにサイン、どうしようかな。この、ちょっとメンタルでちょっと絶好調にしておこう。はい。で、試合に臨む。今度こそやってやれ。5番サード、はい。よし、行くぞ。やってやるぞ。一時的に絶好調だけども、まあ。でも、こうでもしないと絶好調にならないのかな、きっと、ですけど。まあ、頑張っていきたいと思います。
いやー、狙うぞ、俺は頑張って。さあ、8回戦。おお、いきなりツーアウトランナー2、3塁の大チャンス。そして打順は5番に回ります。ちょっと打率下がってきたな、得点圏打率。3割9分3厘。最初の球は。どうだ、どうだ、どうだ。あー、ダメだ。赤松さんの守備範囲じゃ無理。ちょっとやばい。ボンダが続く。得点圏打率もみるみるうちに下がってますもんね。ちょっと良くないかもしれない、これは。第2打席。打率今、3割、4割切ってんね。3割9分1厘。さあ。うわ、チェンジアップ。チェンジアップきついな。よし、いいとこ。よし、深いとこ入った。ノーアウトでこれはでかい。走れ。なんとか。さあ、ノーアウトランナー二塁。一応先頭打者でツーベースが出たし、これでツーベース分の、なんだろう、ボーナスは入ってくるんで。あれ、逆転され、したんだ。よかった。されたんじゃなくて。そして次の5番。なんとか、今のツーベースで流れが変わったと見た。今のは、まあいいとして、とりあえず。今のはな、なんか高めだったからこそ打てたかもしれん。いや、打てたわ。おお、甘い球だったからつい。やっちまった。くー、やばい。1点差。これ危ういぞ。あ、来た。このチャンスは何としてでも生かさないと。3割9分3厘。あー、緊張すんな。さあ来い。いや、早いね。149キロ。なかなか。やべ、ミートしよう。ダメだ。ちょっと自信ねえ。うん、まさかまさかまさかミートして。あー、ない。でも、今、強振だったら入ってたかも。ミート打ちであそこまで行くんだったら。まあ、でもとりあえずここはね、はい。打点稼いで、なんとか、うん。ああ、よかった。よ、わが、もう、解説なんか、もう分かってるじゃん。うん。何が何でも点につなげようというね、気持ち。おっしゃる通り、執念のヒットですよ、今のは。さあ、来た。チャンス。2点差か。もう1点行くべきか。いや、ここ思いっきり、もう、ホームラン狙う。まだ広島では1本もヒット、ホームラン打ってないんだから。いや、ヒットてか、ホームラン。ああ、言い間違いで焦っちゃったよ、もう。くぅ。まあでも、勝ってよかった、とりあえず。これは勝利、一応ヒーローいただきなんじゃない監督。あ、丸ちゃんだ。まあまあ、よしだ。勝ちました。ヒーローはないな、さすがに。でもまあ、とりあえずマルチ安打、かつ、うん、なかなかの内容。で、6万円じゃない？よーし。一応の稼ぎはいただきまして。どうしようかな。実績は結構、なんか溜まってきたというか、ちょっと急速。あ、コンビニで、まあよ、いいか。どうしよう。ホットヒ、ファッション雑誌、お店をチェック、はい。これで仲間の信頼が上がるんで、結果的に良かったかなと。で、もうちょっとストレッチでしとこうかな。はい。疲れを一気に取っとく。はい。違う。来い。あー、チェンとブラゼル。パリーグは？ユアクマ・オーティス。オーディズ、オーティズ。はい。一応まあ、チームは、トップですね。15勝10敗ということで。はい。いいんじゃないでしょうか。一応、5位、4月は首位で、超えることができました。とりあえず、じゃあ、メンタルでまたちょっと絶好調にしておこうかな。はい、それでは試合行きましょう。はい。5番サード、期待して、わかりました。頑張ります。広島で1本ホームラン打ちてえな。あと、甲子園でも。それでセリーグ全球場でのホームランっていうのは達成したいんですけど、ひとまず。というより最近本当に一発が出てないっていうのがちょっとね、なんだろう、良くない。
その見栄え的にね。さあよろしくお願いします。9回戦さあ来い。思い切ったスイングを見せてほしい。見せますよ、頑張って。やっぱそうなんだよな。最近3試合だとちょっとようやくなんか追いついてきたっていうか。何から持ってくるか。今危なかった、振りかけた。すげえカーブで来るな。変化球ときました。次が3球目。まあまあ今のはちょっと見逃そう、低めだし。スロースターターに魔球一発だからワンチャン。今のいけたな。さあ来い。やべやべ、最悪だ。今のボールだった。全然つい甘い球だったから振っちゃったやん。打たせて、なんか打たせて取るってやつだな。スロースターターのうちにもう一打席来た。でももうスロースターター切れたかな、さすがに。56球もう、そうだよな、56球も投げちゃスロースターターもクソもないわ。今の、まあ、今1球見てね、とりあえず。ああ、もうカーブ、ついやってしまった。さあそして第3打席、さあやってやろうじゃないか、なんとか。まあ、これはいい、見逃して。なんか打てる気がちょっとしない。やべ、焦るからこうなる。やっちまった、やばいやばい、今日ダメだ、やばい。 焦りがもう露骨に出てる。結果にこのままじゃいけないよね。さあちょっとなんとか立て直していきたい。今の行くべきだったかな。うーわー、走って、いやーマジか。チェンジ、盗塁してくるとはな、まさか。サイン無視、あ、サイン出てた、やべえ、俺がっつり見逃してた。やべえ、これはもう怒られて、何、ヒット違う、盗塁だ。盗塁のサインだったから振ればよかったんだ、普通に。何をやってるんだ俺は。やべえ、完全になんか悪い、ちょっと良くない感じになってますよね、雰囲気としても。やばいやばい、こんなことやってると本当にちょっと降ろされちゃうよ俺、ベンチ。ベンチってか、もう、ちょっとレギュラーから。これまずいですね。ということで次回いきます。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。